皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。日向坂46斉藤紀子ローランド登場にパニック同様で思わず握手断る日向坂46の斉藤紀子が13日放送のテレビ朝日景気日毎週月曜夜11時45分に出演ホスト界の帝王と称されるローランドの出演に同様。 する場面があった斉藤強行ローランドの登場にパニックこの日の放送はスタッフが LINE でやり取りした芸能人が誰なのかオラインのトーク履歴だけを見て当てるという企画すごくポジティブという言葉や送られた豪華な室内写真などからローランドの名前が出るもすごい方が来た時の対応をわからないとオロオロしだした斉藤そして正解としてローランドが スタジオのから登場するとえと目を丸くして思わず立ち上がりえーええと繰り返すというパニック状態にローランド d 3レベル。の方が来るときマジで一回行ってほしいどうしたらいいんですか私ってとローランドを目の前に戸惑うばかりとなったローランド。 さんみたいな方がと何度も口にした斉藤はみたいなとはハイスペックだという意味だと説明ローランドを笑顔にさせたその後ローランドへの相談コーナーではガチ質問でいいですか将来どう生きていけばいいかわからないと思わず重めの質問を寄せた斉藤改めてローランドさんみたいな方が来た時に緊張しない方法を聞くもローランドの登場前にローランドさん来たらわーっておけばいいとヒコヒーと共に言っていたのを本人に聞かれてしまった っていたため下心がある子ってわかるんですよ主語が僕じゃなくてお金を見てるなってわかる子明かさないやらしさがある子って結構苦手なんでと藁を浮かべこれ全部嘘だと思ってるとジョークではぐらかされてしまう場面もあった番組最後では本当にありがとうございますもうはい的な時間でしたとローランドへ出演の感謝を伝えた斉藤ひころひーから握手を促されるもいいや大丈夫ですアイドルなんで私が元気与える側なんですよ私が 元気もらっても仕方ないのでと最後までどう振る舞ったらいいかわからない様子だったモデルプレス編集部。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。